はい、おはようございます。はい、漆場村の後藤善の由美子です。今日はむすびの森へやってきました。お散歩ツアーに行きたいと思います。ゲストの、今日のゲスト神戸から山田くんです。そしてガイドのゆいさんです。よろしくお願いします。山田さんと一緒に森の中歩くから、はい、カメラマンはゴッさんです。それではですね、今日はまあ天気もそこそこ、はい、いいということで、今日はいいね。明日からなんかまた雪みたいだから、ね、そうですね、もう本当にラッキー、ラッキー、ラッキーメン、寒くなかったですね。いいですね、はい、春ですね、春ですね、春のね、むすびの森をゆっくりお散歩したいと思います。じゃあレッツゴー。出発してそんな立ってないですけども、結構ねゆっくり歩いてますけど、体も暖かくて、今日なんかも風もないし、でちょっと太陽も出てきてるんで、本当にねお散歩日和で良かったです。今はい、このメープルの木に到着しました。ここに一度樹液を取って、まあ、約一昼夜だけですけど、こんなにね止まってて、もう今も雫がすごいポタポタと、すごい勢いで落ちるのが見えるんですけど、ちょっと飲んでみますか。飲んでみますか。